もう日本は戦争をいたしません。戦争よさようなら、もう永久に戦争はしない、はい、もうそういう国になりましょう。皆それぞれの参加の方にね、ゲストの皆さんも本当にこの平和のね、これは近隣諸国、いつまでも仲良くっていうね、そういう基本的な当たり前のそういう世の中であってほしいっていうね、そういう願いを持って参加されておられます。それは、ね、観客の皆さんにもね通じたように思います。